先輩、はいあ知ってるなんかあのグーグルのストリートビュー見てなんかその情報だけで自分がどこにいるかみたいなそう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 なんか海外のさ、うん、なんか男性でめちゃめちゃそれ得意だみたいな人がなんかニュースではい,はい、はい、取り上げられてたりして、ね、よく知ってるねなんかいきなり知らない土地にボーンと送り込まれて、うん、もうなんか見える情報 だけで、うん、今自分がどこにいるかを推測するっていう、ねうん、あのゲームなんですけれどもめちゃめちゃ暗いゲームだなって,ってなんそんなことないよ <laughs> めっちゃ面白いよいや面白いんだろうけど、うん、なんていうかあのー、あんまり部屋の外に出ずになんか海外旅行 Google マップで出せまみたいないやいやそういうことじゃないあのー、もうちゃんとね自分に地理の知識があるかどうかを問われるゲームああ結構頭脳ゲームってことかそう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 ,そう で、今度、<う>そのジオゲッサーの、うん、まあ、ゲーム実況者が集まる、うん、あの、配信枠に、先輩に出てもらうことにしました。うん、<laughs> 俺に、はい。俺。やったことないよ。知ってる。あの、やってる人がいる。 っていいう情報しか知らなけどご存知高田健司さんとかトータスさんとかメンバーがいるわけですがみちゃんとかねいろいろいるわけですけどもみんなめちゃめちゃうまいんですよあれうまいとかあるんだ分かる分からないとかじゃなくていやもうめちゃめちゃうまいで前回俺が行った時にいじめられたんですよ俺ができなさすぎてできなさすぎていい熊本なのに俺がさ長野県にさピン刺してて「うえ7子だけなんか遠くいる?」みたいな。 であでも一応九州県内には入ってたんだ。いや、じゃじゃ俺だから長野だっつって。あ、長野か。長野。あ、ごめん、俺長崎と長野の区別もやばい、やばい、やばいやばすぎるあ、長野って言ってたのか。<laughs> やばいあごめ,んごめんごめん。<laughs> いや、ちょっと。に間違え <laughs> これでね。<laughs> <laughs> もう俺と先輩が行ってさ、うん、大橋かいたらさ、うん、はっきり言ってびわこちゃぶちゃブラザーズブランドの危機よびわこって冠してんのに、ね、いやこんな地理してんのにこんななんか俺たち高学歴実況者みたいな感じの空気感でやってんのにさ <laughs> あ俺はそんな脱出してるつもりなかったけど<笑><笑>ちょっとやっぱ始はって勝手に出ちゃってたらごめんね今日は、はい、超強力な助っ人を呼んでまいりましたえっ あの、記事になってた白人の男性が。あ、違う違う来てくれない。来てくれない。会話できないからね。そうだよね。英できない。いきなり呼んで。どうやったことあハあイユうマですか、これ。コミュニケーション取れないすごい。チリも英語もできないやつ。でも、その人よりも、すごいゲストに。今日、無理を言って、修行をつけてくださいと、師匠をお呼びしました。いきなりはい。ほう。というわけで、お呼びさせていただきます。はい。クイズノックより、菅井さん、よろしくお願いしますええ どうも、こんにちは。ナイスガイ、でーす。かっこいい。すごい。やば。無理を言ったら来てくれた、スがイよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんな、あの、ヘキチみたいなチャンネルにお越しいただいて、本当に。あの、ぬ、ぬースケ先輩、よろしくお願いします。はじめまして初はじめまして、よろしくお願いします。いつも拝見しております。ああ、そんな恐ろい。ありがとうございます。もう、本当に社交辞令だと思うんですけども、あの、頭を深く、深く沈めてください。すぐダウトだと思った。 でも本当はあの、一緒に菅井さんとこの間、<う>あのお食事させてもらって。うえうん、で、その場で、ちょっとぜひ教えてください、上月さんのコツをっていうことで。ど、どういう関係なの、二人。奈々子さんと知り合いってこと。いや、あんま、あんま、い、い、言えない関係かな、ちょっとあんまりね。あ、それは何い。何向ここに迷惑かけちゃうい <laughs> けない関係、いけない。いけない関係。こっそり会う関係だから。<laughs> バレないめちゃくちゃ公にしてたねめちゃめちゃ自慢してた Twitter で自慢散らかした大自慢影やかじゃないやつで全然もうすごいにわせしちゃったからああにわせとかじゃないよねもういやでもあのちょっとねあのご一緒させていただきたいなと思っかご縁があったんだその時もなんかファンタジーディベートについてさあのご紹介させてあげたりとかしてああファンタジーディベートありえんほどやりたいんですけどあマジっすか逆にもうファンタジーディベートしかやりたくないんよね 何かやりたくないみたいなことあるんです、ね、<laughs> 普通のディベートじゃなくてね散々ディベートやってるとそう,そうなんで今度ちょっとファンタジーディベートもご一緒したいなと思ってるんですけど<ー>でも<う>今日はもうジオゲッサをちょっと修行をつけてもらいたいということではい。あの師匠を書くのちょっと須貝さんに改めてよろしくお願いいたしますお願いいたします。よろしくお願いしますめちゃめちゃ心強いいやそうなのもうクイズのプロフェッショナルだからねそうだよね,須貝,ねえ須貝さんはめちゃめちゃジオゲッサ得意な方須貝さんジオゲッサーはいかがでしょう あの僕ジオゲッサー得意なのかどうか分かんなくて分かんない僕もあんまりジオゲッサー実は遊んだことないことに気づき食事で何話したのよんか今度僕は地理苦手なんで教えてくださいってああジオゲッサーの話ではなかったんだなんかでもちょっと知識のことなら菅井さんに聞くのが一番だと思うのまあまあまあでもそうね通っちゃいましたうちの g イズノックの伊沢拓司でテレビ出てるやついるじゃないですか あれはジオゲスはめちゃくちゃ得意なんですよ。あー、なるほど。で、あれがやってんのを見たこともあるんで、ああ僕,は僕も逆に今、伊沢のことを思い出しながら。あー、なるほど。そ<で><あ>れで。 んか逆に今の回で一緒に強くなりませんみたいなああなるほどそれはちょっとぜひ3人で伊沢さんゴーストを追いかけるあいいうだからその伊沢さんをちょっとトレースしながら俺たちも伊沢さんになるつもりでやっていきましょう間接的にねまあじゃあとりあえずは一旦ちょっと遊んで先輩も触れてみた方がいいと思うんで初めて本当に俺もやるじゃあちょっと僕の画面で進めていきますんで一緒にみんなで探していきましょうそれでは ゲストは一定 9!? よいしょ<う>一定9なのかなんて言ったいかはいきたもうなんかいきなり大ヒントみたいなのあるよあこれがもうなんかゲームの画面なんだこれねゲームの画面なんですえっていうかなんかえめちゃくちゃ書いてある <laughs> これ <laughs> これ逆にだって駅さこれなんか野田阪神駅って書いてえこ,こここれだって駅書いてますよね多分ね駅書いてますよね だだってあもう完全にすぐちょっと俺らの最初の会話をなんかこう AI かなんかが察してさめちゃめちゃ初心者モードででも俺ちょっと野田はどこにあるか分かんないですああその地図でも探さないとじゃあ最後ここに「ここだ!」ってピンを押してはい、はい、そこの,あの目今のいる位置とどれぐらい離れてるかを問われるゲームなんですよ でこれって、はいあの、質問なのは、まあ、今、とりあえず野田を探しつつ聞いてほしいんですけど、皆さんと遊ばれるときには、はいはい、どういうル,ルールでやるんですかあえー、っとですね、どんだけ時間かけてもいいんだったら、いいつか見つかか見っちゃいそうですけどこれはですね<ー>あの5分以内というルールがあるんです。 1> あ,あ1ステージ1ステージ5分以内まあ、僕が遊んだ時はですけどはい、はい、それでもちょっとあの時間変えられるんだと思うんですけど、うん、いつも僕らが遊んでるのは5分以内っていうルールでやっててあ<ー>まあ僕は今回ちょっとあの初心者モードで時間制限なしにしてますけどあ今はねでもちょっとなるべく早く見つけなきゃいけないっていう。はい 左上にありました左上にびょーめちゃめちゃ都心にえあ待ってください待ってください待ってくださいはいこれ JR 野田駅じゃない可能性ないですか確かに鋭い確かに野田駅って他にもあるのかちょっと待ってくださいちょっと引いた時に野田駅もう1個ありますよねえ2つあるんだこっちでも野田があるどっちなんですか菅井さん でこれは多分看板見たら JR じゃないように見えるから、はい、はい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 、はい、青の看板っすね青の看板で HS ってその駅名の看板に HS03 とか04とか 02HS 福島みたいなのあるじゃないですかはいはいはいあるあるでこれは多分阪神ってことだから阪神野田駅阪神野田駅でここにゲストをさすと はあでゲッサしたらあ<ー>ピンズドあまあちょっとい,<ー>いちょっちゃったけどやったけどーたホーム逆だったか <laughs> <laughs> いやそ,そこもあるんだ <laughs> これ5000円が満点なんです <laughs> うわー正解から離れると点数が下がるそうだからさっきのとこだったらもっと下がってます <laughs> すげえなるほど だから一気に地図上を探すときに一気にギューンとズームしすぎるとちょっとこう盲目になっちゃってはい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 あれかもしれないですね俯瞰の目を持てってことですねそうですなるほどそうですんかまた見えてるもうはいこれ新しいマップですねはいでもめっちゃヒントすごいなんか全然分かんない北海道って書いてるでお猿川これでいきなりお猿川の分かんないです中 なんかまあ道は多分んギュンギュン進んでなんかでっかい看板探すのがいいんでしょうね。ああ<や>そうでしょうね。看板があなんかは上りとかが今ありそう。道の正面に貼ってある側の。Okay、あ,こ<れ>あ大ヒントっぽい。じゃあ先にこっち見ますね。あいいっすね。大滝森林公務所。ちょっと読めない。大滝のパークゴルフ歓迎って書いてある、ね。大滝ってどこかわかる先輩。わかんないよね。だそうわかんないゲームなのよ。よ あ、郵便局郵便局はもういいんじゃないですか大滝大滝から抜け出せない熊もどあま、待ってくださいなんか左になんとか湖みたいなの書いてありましたはいはい奥東屋奥東屋だから東屋の近くの可能性ありますねなるほどそうっすねあこれだはあじゃあこの辺近くに大滝があるかどうか奥東屋って言ってもんね 確かにあーいや難しそうそれ何伊達伊達信用金庫がありますなんかね青看板見つけると熱いみたいなのねみんなが言ってましたねあでも伊達地区伊達地区なんだへーほー伊達ちょっと待ってそれなんか旗に星ついてますねやっぱりおこれピンがこれってことこれここだよってことじゃないのここ多分そうですよねこれめっちゃよく見てましたねこの星 こあ、だてって書いてるあ、だてある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 せとうやこ近いしで、あとは大滝がこの辺にあればさっき川あったよねあったねあったあったあったこの川じゃないおさるリバーって書いてるおさるリバーっておさるリバーだよここあれ、一番最初に行った地点のピンを指すの今あえ一番最初の最初の地点のピンですね その最初の地点に戻るには左画面一番画面左下の旗マークを押すと最初のそうです、ね、ここに戻りますれで、お猿川に帰ってきたっていう感じですね。は橋だよね。走ってったら伊達地区があって、お猿リバーの城長なんか今公園の近くにいるんですよね、多分スタート地点、ね、この辺ですねゴルフ場ああ、そうだそうだそうだ。なんかこの辺にゴルフ場がありましたね。であと 走り始めた向向きが西にかって走ってるはずなんですよね走ってるウエストの方に向かってるあだからここに方角がわれるんだそうですね西とかサウスウエストの方に多分道を走っているってことは北東から南西に伸びるような道上を走ってるんじゃないですかなるほどああ昭和ああ、バウゴルフ場ってありますね

えー、高田さんたち、うんうん、ガチ勢だから。そうなんですね。な,なんか最近毎日ぐらいやってられる存在もね。ジオゲッサー怖いんですよ。なんかいろんな情報で、うん、いろんな情報をとになんか家の形とかで会ってくるから。<laughs> あと須貝さんが高田村情報を割と把握してるって,って。<laughs> <laughs> 僕あの高田さん高田さんが地球持ってるサムネめちゃ好きなんですよ。最近使ってるやつ。<laughs> あそう。そこらのやつね。 <laughs> 普通に一緒に遊ぶの楽しいみたいな感じになってきちゃった <laughs> ーー <laughs> あ。あそう、<laughs> 僕がこれ何か教えなきゃいけないんだと思いました一緒にジオゲスト遊んでるだけでこれ。<laughs> 一緒にすごい楽しんじゃってます <laughs>。これ、むずくないですかだってもう情報がめっちゃ少ないですもんね。い書いてる、なんか大ヒントが。新四国マンダラレーー、まんだら霊場じゃん。<laughs> その奥のカーブミラーの奥に看板ありそうなんで、それも。行ってみます ダムだ。あ、新宮だ。新宮、まあ知らないんだけど、新宮っていう場所らしい。新宮ダム。池田総合管理。池田総合管理所。ちょ、ここから。これか。情報は。ホンダ使ってますよ、ホンダ。ど日本全国使われてるよ。ジャイロエックス。ジャイロエックス。あとスピード感いく吉野川、徳島県って書いてある。徳島県だ。自民党全力投球。 どうも政治の分布図分かんない自民王国とかさわかんないこの地域はでもあのもう大ヒントありそうでしょいやで今色あせまくった鈴木宗男さんの写真ありますもんねいつの写真これすごいすごいっすね全然分からんあなんかああこれはあお大月だ大月ですここは市なのか地域なのか あ、なななんかかでそう寺だテ寺は大ヒント何時なの長何時長福寺長福寺これ西部総合県民局三吉三吉なるべくピンズを目指したいけどあ、三好だ今三好やりましたよええすごえどこにちょっともうちょっとだけ引いてくださいほら左側、四国中央の近く あとそれ吉野リバーじゃない？その川。どれどれどれ。なんかね西あ吉野リバーで書いてる。東の方に吉野市っていうのがあったから。うういいえ吉野リバーめっちゃ長い。思い<ん>、えー、ついてんだこれすごい。<laughs> 吉野川って知ってる先輩？いや知らなかった。知らないのこんな長いんだね。でも僕も知らないですねこれね。まそっかず<や>っとつ。 えっすごっダメだ吉野川ローラーしようと思ったらんでるこれこれなんかもう今もしかしてもはや徳島県じゃないねえ徳島じゃまだもうとっくに県い越えて高知入っちゃってる高知やねじゃあもうちょっと吉野川の徳島ら辺で一回押してみますか徳島西部組合みたいな感じだったから三好市あたりにポイントを打つんですかねこの辺ですかねの方にやっときますかね。 で、じゃ、あ、じゃ、一旦じゃ、この辺に。はい。ゲス。あ、地下。あ、地下。こっちにあったんだ。あ、超福士だ。ある。あ、超福士。いや、でも、これ。これは。リバーが変わってるじゃん。え。本当だ。あ、本当だ。銅山リバーだ。銅山リバーだ。ちょっと、ちょっと、スピーディーに一回。はい。ってみますね。え、さっき、いや、おもろいんですよ、このゲーム。 普通に遊んじゃってますね、三人。おもろいっすね。あ、あ、あ、激熱激熱。これはどこですか塩沢。塩沢あ、でも国道ですよ、これ。ほら、291号。九十一号。清水だと、あれっすか静岡あそうかも。確かに。清水エスパルス。あうわ、すごいそうだ清水。清水って結構でかい都市だと思うんすよね。なんかあの、 あ、清水区清水ウォード来ましたね清水あったこもここにないのかなそうですね291番が通ってないっすねおっと別清水おいおい全然違う清水じゃねえかおいいやあんの何考えてんだよめちゃめちゃ田舎に銀座って名前のところあったりとかさあのうちの近所にもあったあ実家のうんあちょっと今塩沢の方がねここの辺間違いなさったな何だこれ だ新潟だ新潟の清水全然ちゃうやん先輩清水エスパルスって言ってたやん先輩いやでもいやでもいいっすよね知ってる地名まず当たりつけてギャンと行ってみるとか確かになかったら早めに見切りつけてってことですねう北お沼だ新潟の魚沼だ米うまいところ米うまいところですねああありましたありました いや本当えっとそこですねそこですね<ー>そこですねでえっ、ー、と291あった<ー>あった<ー>で291につながってる剣道28号でしたっけそうですそうです、えー、剣道28号を探すんですね剣道28号上なのが間違いないんでで、28あ二28ありましたねあったり…これ これですかね。それなんて。そう、それが二十八ですね。はい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 。このインターチェンジとかでね、ひ、なんかわかるようになったら、すごい強いです、ね。そうですよね。菅井さん、車乗るんですか。僕、免許持ってないんですよ。あ、なるほど。あの。あ、ナスビー違う。本当だ。うん、農産物。ナスビーが強いのは。 いや,いやそれだからそういうことをやっぱ覚えるんですかねむしろなすびが強いかどうか分からんしそこの人がちょっとなすび作ってみようとしたらかもしれない作付け面積は大きいだけでなんか思いつく思いつく野菜の ランキングし調べるかもい,それねいいのかないやでもね生きるとき生きるんですよねあと名字精査あのどの名字が多いかで途中名<ー>字精査 <laughs> 俺それ山梨だったら結構強い <laughs>、えー、早川町に餅月多いとかさうわ、えー、<laughs> 山梨しか戦えへんの <laughs> 山梨月差だったらいいんだけどね山梨月差狭い戦いだな

塩沢でも今28号線上にはいますねこの真ん中の白いやつが。塩沢ある塩沢あるあるあるとこ柄目上から消えたんですけどちょっとだけ上行ってもらうとほら沢大和線である塩沢4の4あの番地の付け方ってどうなってるのそうですよねだから塩沢大和線ってことは塩沢と大和を結んでるはずで大和が北にあったから塩沢は南なのかもしれない。こっちすごい まだ2そうですよ28号線をたどってる限り僕ら勝てるはずだから。いやそうですよね。おなんかインターチェンジもあったし。あ石内だ石内石内石内。ええそう今今画面一番左ああ。画面失っちゃった。画面失ちゃった失っちゃった。ああだ石内。石内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 ってことは。 石内ってことはなんだっ石内インターチェンジ、石打インター、塩沢石打インターチェンジもありそう。あ、あ、右下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 。おー塩沢、ここじゃないでも、ちょっと違うんだよね。ちょっと違うでも、もう、塩沢石内インターチェンジの近くであることは間違いないんですよ。これが、これが、これはどここれはどこなんだ でも28号線上じゃないですかこの道路ってそうですよね県道だから県道に打つ方が多分筋いいですよね<ー><う>はいはいはいいってみますいきますかいきましょうじゃあゲスあー結構遠いのかなーえー、っと<ー>あ<ー>まあまあまあでも4800点ではあるんだけど5000分のかあでも6キロぐらい違うってことかでもやっぱちょっとかんあれが違ったのそうですね6キロ離れてますねあーもう 北ともっと北だったのか。セブンイレブンの近くとか。気持ちもうちょっとだけ近いああでも塩沢大和線ですねで二十八ああ悔しい。<っ>今いるところも二十八なんだよね。二十八ですね。 ええこれ、えー、むずい、ね、このここの剣道どういう形なんですかどういう作り方いやーこれあぐ,ぐるっとなってんだいやでも俺多分情報の取り方がまだ上手くないんだなちゃんとちょっとし初,初期値の情報ちょっと捉えたいですねいつもあなたの暮らしに微笑みをチャンネル登録よろしくお願いします